疲れ様です、ケイチです。今日はジュビロのホーム開幕戦ということで町田ゼルビアさんとの試合を行ってまいりました。選手たちが結果はですね、ご存知の通り3対1でジュビロが負けてしまいました。いやー、1点目のミスからの失点、マジでへこむレベルですね。もう言葉が出なかったです。八田選手ね、かなり去年一昨年とねチームを救ってくれたんですが、まあベテラン選手のミスで1点先制されてしまい、きつい展開になってしまうということですね。またしても早い時間帯でした。9分台ですね。前節開幕戦でやられた1分に続き、今回は9分だったということです。8分前回よりも頑張りましたけども、失点をしてしまいました。そこから30分ぐらいですね、ジュビロが松本雅也選手の今季初ゴールで追いついたんですけれども、その2分後にまた離されてしまうという展開でございました。先制をされ追いついて、じゃあ流れはこっからジュビロだと言いたいところですぐ失点してしまうというね、流れを持っていけるかと思ったらすぐに取り戻されてしまったというところで、自分たちで首を絞めてしまった展開でございました。そして入ってきた長谷川アーリア・ジャスール選手に前がかりになったところを、今日疲れ3点目を取られてしまい、万事休すというような展開でございました。開幕2連敗です。今年こそジュビロ J1 に上がろうぜって言ってね、まあ、チームも盛り上がってましたし、サポーターたちもかなり盛り上がっていたんですけれども、まあ、そんな中の開幕2連敗ということで、今年はね、考えたくはないですが、J2 から4チーム落ちるんですよ。J3 に。あってはならないです。今、暫定順位こちらです。ジュビロ20位まで落ちております。明日の結果次第ではね、まあ、ちょっと順位が上がるか下がるかあるんですけれども。いやー、まさかの展開、開幕2連敗ですよ。もうね、かなりへこんでます。前田良一選手のね、今日引退セレモニーがあったんですよ。あ、もう切り替えてね、前田良一選手、本当に僕大好きな選手でした。もう最高です。一番好きな選手でした。その選手がね、引退されるということで、実際にセレモニーの様子もダゾンで映ってました。歓喜余りそうなところもありましたけれども、それよりもまず試合に負けたショックがでかすぎてね、ちょっと、まあ、立て直すのは大変だったんですが、前田良一選手の引退セレモニーのおかげで、あの雰囲気、和やかな雰囲気のおかげで救われたというサポーターも多いんじゃないでしょうか。僕もその一人です。あのセレモニーがなかったら今頃大荒れです。まあ、ただまだ試合は続いていきます。40試合もありますと、まあ、そればっかり言っててもね、しょうがないんですけども、もう2連敗してしまったというね、ショックがでかいです。 J1 復帰を目指している岩田、まあ、内容としましては、もうセンターフォワードが孤立するってシーンがね、開幕戦今回の2節とともに見られました。ルキアン選手の頑張りも、小川光輝選手の頑張りもありましたが、まあ、シュートは打ててるが点が入らないということですね。どちらかといえば崩しきってのシュートっていう形が少なかったので、うん、無理くり攻めていって細かいところをつないでシュートを打つけども、相手のブロックが完成してしまっているということでしょうか。速攻というよりは遅攻を狙ってるのか、そうなっちゃってるのか、パスを回してるうちに相手の守備陣形が整ってしまうということですね。これはね、去年からもそうだったんですけども、先制されて引かれた相手を崩せないっていう悪い癖でしたね。まあ町田さんはね、今回はそんなに引いて守ってる感じはしなかったんですけれども、まあ課題は去年から継続してると思っております。もっとね、小気味のいいパス回しからの崩してのシュートゴールってのを見たいんですけども、それができない。どうしてだというところですね。パスミス、パスカットされっていうのも多かったですからね、まあ、そういったね、チームの選手同士の距離感っていうものを修正していって、次の試合またホームで水戸さんと戦いますんでね、今シーズン初勝利必ずもぎ取ってください。僕たちが目指してるのは、サポーターが期待してるのは昇格ですんで、あの残留争いに巻き込まれて残留勝ち取るじゃないんです。そういう感じでいないと思うんで、皆さんモチベーション、いやいや、ジュビロさん頑張ってくださいと、残留争いしてる場合じゃないですよという感じでね、なってますんで、すでに開幕2節で試してください。勝つとこを見せてください。期待してます。言いたいことは以上でございます。本当に前田良一選手のおかげで今日救われました。前田良一選手、本当に今までありがとうございました。これからもジュビロのために貢献していただければと思います。ジュビロにいる選手たちは頑張ってくれてると思いますけども、より奮起して
なんとしても次の試合勝ち点3をゲットしてください。サポーターに歓喜をもたらしてください。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。